こんにちは、長生きの藤川です。今日もですね、介護のニュースが新しいものが入ってきましたので、皆さんと一緒に読んでいきたいと思っております。今日のニュースはですね、訪問介護2024年介護報酬改定の単価大幅ダウンというところで、このテーマでお話をしていこうと思っています。それではどうぞ。はい、ということで、今日もですね、ちょっとお話をしていきたいんですけど、ついに単価が発表されました。で、これね、まあもう皆さんもニュースで聞いてびっくりしてると思うんですけど、1月の22日の時点でですね、報酬単価が発表されたんですけども、それの訪問介護がですね、なんと大幅ダウンということで、結構衝撃的な内容でした。今回の全体の介護報酬自体は 1.59% のアップということで、上方改定になってたんですね。ただ、処遇改善の見直し等も含めてのアップだったので、実際は 1% 未満のアップだったんですけど、まあまあ訪問介護が削られることはないだろうと高をくくってた部分もあったんですけど、今回実際を蓋を開けてみると在宅の訪問介護ダウンでした。で、今日はですね、介護報酬改定の中身について訪問介護に特化した形でお送りしていこうと思っております。というのもですね、私訪問介護の事業所を6店舗も経営してますので、このね、衝撃的な介護報酬改定がもう打撃を受けまくってる状態です。動画の最後にはうちの会社でどのぐらい影響があったかっていうこともですね、合わせてお伝えしますので、最後までご覧ください。それではですね、まず、基本報酬のお話からいきたいと思います。介護を提供した、例えば生活援助で1時間でいくらか、身体介助で30分でいくらか、みたいな、この単価の話ですね。まず身体介護なんですけど、20分未満の身体01、これが167単位から163単位。20分以上30分未満の身体1ですね、250単位から244単位。身体2の1時間未満はですね、396単位であったものが387単位。で、1時間以上1時間半未満の579単位が567単位ということで、全体的に下がっております。まあ、特にですね、1時間未満の396単位が387単位ということで、9単位も変わってきてますよね。かなり影響がでかいなと思ってます。次に生活援助なんですけども、20分以上45分未満は183単位が179単位に変わってます。45分以上は225単位が220単位に。これもかなり下がってます。これ全体的に見てですね、ざっくり計算して 2.3% の減ということで、まあ、今回情報改定の 1.59% の情報改定であったにもかかわらず、全体としては他のサービスに置き換えられてしまって、訪問介護は実質ダウンっていう形になります。これがどういう影響を与えるかっていうことは後で詳しくお伝えしますので、その他の改定の項目ざっくりいきますよ。まず、特定事業所加算の見直しということで、特定事業所加算の4の単位数が 3% ということで、特定事業所加算5と同じ加算率になります。あと、BCP 未加入の減算の導入ということで、BCP 業務継続の計画、これが策定できてない事業所は減算ですよということ。あと、虐待防止、委員会が設置できてなかったり、計画ができていないところに関しては減算。身体拘束に関して、それの規定ができていないところは減算であったりとか、今まで委員会設置が望まれていたものに対して、ついに減算が始まっております。もう常に始めている事業所にとっては問題ないんですけれども、今まで努力目標だったものが完全に運営基準減算っていう形に当てはまってきます。そして、皆さんの大事なところで言うと、処遇改善加算の一本化ということで、今まで介護職員処遇改善加算、そして特定処遇改善加算、そしてベースアップ等支援加算、この3つになった3本立ての処遇改善加算が今回1本立て、名前は介護職員等処遇改善加算ということに一本化されてます。実際1から4まで、4段階に分かれてまして、一番高い1で 24.5%、2で 22.4%、
3で 18.2%、4で 14.5% ということです。で、処遇改善に関して皆さん、一番気になっておられると思うんですけど、訪問介護で処遇改善加算で、今まで処遇改善の1と、特定処遇改善加算の1、そしてベースアップ等支援加算等を取るとですね、だいたい 22% 強の、プラスがもらえてたんで、そこから加えると、だいたい 2. 何パーセントかですね。まあ、細かくちょっと計算できてないんですけど、は、処遇改善加算の一番いいものを取るとですね、総収入は上がる。だけど、その分ちゃんとスタッフさんに分配するということで、企業が利益としてプールしていた分の中から、スタッフさんに分配する比率が上がったっていう形になりましたね。長生きではヘルパーさん募集してます。募集してます。まあ、これはですね、また詳しく処遇改善一本化については申請の方法等も今後出てくると思いますので、それだけで動画を撮ろうと思ってますので、合わせてまたご覧いただけたらと思ってます。今日のところは実際処遇改善加算は上がってます。これ重要なところです。その他、テレワークの取り扱いが始まってます。配置に対してですね、例えば管理者、査責に対して、個人情報を管理しているということをきっちり明示した上でですね、テレワーク等の、就業が認められるという。はい、続きまして、これも重要なポイントです。同一建物減産について、厳格化という形で、なってます。今までですね、 10% 減産と 15% 減産、この 2つがあったんですけれども、それに加えて 12% 減産っていうのが新しく加わってます。で、 12% 減産の詳しい説明をすると、提供している同一建物の物件に対してサービスをしている訪問介護事業所ありますよね。まあ、査控所に入っている訪問介護事業所とか、住宅型有料に入っている訪問介護事業所、この提供数が、9割を超える場合、ほぼほぼ 100% ここでしか提供してないですよっていう事業所に関しては 12% の減産ということで、今まで 10% やったものが 2% 増加してます。で、これはですね、やっぱり訪問介護において、地域に出店して、地域に対して訴求をしてサービスを行うっていう名目であるにもかかわらず、施設にしか提供してない事業所が非常に多く見受けられて、で、そこがちょっと問題視されてた部分があります。そこに対しての手直しで、2% 減産ということで、まあ、査控所に入っている訪問事業所に関しては、今回の 2.3% 減に加えて、2% なんで、合計で 4.3% 程度、売上が下がるということで、非常に大打撃でございます。まあ、これのね、攻略方法はあります。んで、これもまた、同一建物減産の攻略法についてっていう動画を今度撮らせていただこうと思いますので、査控所の方はまたそちらをね、ご覧いただきましたらと思ってます。今日のところはさらっと流させていただきます。で、結局の話、基本単位数の 2.3% 減っていうのが、とてもとても大きな影響を与えているということです。まあ、そもそもの基礎報酬っていうのが、その本体の、物の値段ですよね。その物の値段自体が下落してますので、後で加算で補填してもなかなか追いつかないのが現状ということで、訪問介護事業所今回からかなり厳しい扱いになっていってると思います。これがね、なぜこういうことになったかっていう話を少しだけさせていただきたいんですけど、時制的に前回の報酬改定の前に、厚生労働省が全部の事業所とかね、全部の企業に向けて統計データを取ったんですよね。どのぐらい売上でどのぐらい利益がありますかっていう利益の差率っていうんですけど、実は訪問介護事業所 7.9% 利益が残ってますっていう回答やったんですよ、平均すると。で、これの実情なんですけど、確かに利益が上がってる事業所が多いと思います。で、これなんでかっていうと、査控所、住宅型有料老人ホームっていう施設系のサービスに対して、訪問介護単体だと利益が出てるっていう計算にはなってきてたんですよね。やっぱ売上が高いですし、かかる人件費、人の構成は在宅よりも効率的ですんで、やっぱ利益が上がると。で、実際在宅の事業所がそれだけ 7.9% の利益が出ているかっていうと、ほぼほぼ利益が出ていない事業所が多いのが現状やと思ってます。ただ、今回の厚生労働省のアンケートの取り方自体が非常にちょっと仕組まれたというか、訪問介護事業所にとってデメリットの多いアンケートやったなって僕は思ってるんですけど、
はい、ということで今日はね、簡単に報酬の改定について金額面での織り込みをちょっとバーって走っていったんですけど、実際うちの会社でどうやったかっていうことをお伝えさせていただくとですね、うちの会社での感覚だと、おおむね処遇改善の上がり分も含めて 1% 程度の減であるっていうことが大体分かってます。まあそれはですね、もともと今回の報酬改定、下がるだろうっていう計画のもとに事業計画を書いてましたので、うちの会社の影響を最低限に、済みそうだなとは思ってるんですけど、今回のこういう形でまだまだ皆さん聞きたいことがたくさんあると思うので、この動画の概要欄でコメントでぜひ質問内容であるとか、私はこう思う、皆さんどうもみたいな感じでね、どんどん入れていただくと非常に嬉しいなと思っております。はい、この動画が良かった方は、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。あと長生きでは、職員を募集してますので、動画概要欄からぜひご応募よろしくお願いします。皆さんの明日が幸せでありますように。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。